こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなっちゃんです。マガポケにて連載中の地冬のスピンオフ、バジケイスケからの手紙。地冬が中1の頃の一番隊を描いたこの物語は、バジと地冬の関係性をはじめ、本編で明かされなかった新情報満載のファン必見の内容になっています。そこで今回はスピンオフで明かされた新情報を徹底解説いたします。新キャラクター新チームについてや、バジのおバカエピソード、地冬のヘアスタイルの由来などについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。なお、ネタバレの内容を含みますのでご注意ください。あらすじ。まずはスピンオフのあらすじを簡単にご説明いたします。バジの死から1ヶ月が経った頃、みんなが少しずつ前を向こうとしている中、地冬は立ち直れず、この日もバジのお墓参りに来ていました。その様子を見たバジの母涼子が、バジの部屋から見つけたというバジが地冬に宛てた手紙を渡します。手紙に書かれた日付は10月30日、血のハロウィンの前日で、地冬が歩道橋にバジを呼び出した日です。その手紙を読みながら、地冬があの頃を振り返るという形でスタートします。地冬が中1の頃の一番隊の物語が描かれ、地冬とバジの関係が深掘りされるのはもちろん、地冬の前に副隊長を務めていた佐藤流星という新キャラも登場し、本編のストーリーとリンクする部分があったりと、読み応えのある作品です。地冬の父。地冬のお父さんがすでに亡くなっていることは番外編にて明かされていましたが、その詳細がこのスピンオフで語られました。地冬のお父さんは、地冬が生まれたその年に、見ず知らずの女の子を救うため、迷わず大きなトラックの前に飛び込み亡くなったそうです。そのため地冬はお父さんとは一言も交わしたことはありませんが、その生き様から誰かのために命を張ることを託されたと感じていました。それは東卍結成時にバジが語った、一人一人がみんなのために命を張れるチームにしたいという思いと同じです。地冬はそれを知らなかったはずですが、バジを慕うようになった理由の一つに、お父さんに通ずる優しさや強さをバジに感じていたからかもしれません。東卍に入りたいという地冬をしばらく突っぱねていたバジですが、地冬がお父さんから託された思いや、地冬の覚悟を聞き、集会に連れて行くことを決めています。ペケジェについて。地冬が拾ってきた黒猫のペケジェ。もともと地冬はエクスカリバーと名付けていましたが、ペケジェは実はバジの部屋にも遊びに行っており、バジがペケジェと呼んでいたため、エクスカリバー改め、ペケジェが正式な名前になりました。ペケジェはなかなか人に懐かず、人間から嫌な目に遭わされた経験があるからではないかと地冬は考えていました。捨て猫だったことや額に傷があることからも、地冬の推測は正しいかもしれません。そんなペケジェですが、流星にはすぐ懐き、流星は勝手にロナウジーニョと呼んでいました。バジのペヤング作り。自称日本一ペヤング作りがうまいバジ。作り方のポイントは、火薬を麺の下に入れてからお湯を注ぐことだそうです。また湯切りのタイミングにもこだわりがあるようでした。ちなみに地冬は最後にソースでべちょべちょになった火薬がお気に入りとのこと。地冬の髪型。中1の時に留年し、お母さんに泣かれたことから、もうダブるわけにはいかなかったバジ。地冬のようなヤンキー丸出しの生徒が絡んでくると内心書に響くと考え、
学校で俺に絡むときは普通の格好をしてきてくれと千冬に伝えます。しかしリーゼントを人生のゴールだと考えていた千冬は迷走。バジと同じくガリ弁スタイルにしてみるもののうざってと一刀両断されてしまったり、悩んでいるのを知った流星にいたずらされとんでもない髪型になり、直そうとしてさらに爆発ヘアになったり、散々な目に。しかもそのタイミングでバジとばったり会ってしまい、パニクった千冬が普通の髪型がわからないと正直にぶちまけると、バジは千冬の髪をぐしゃぐしゃと撫でてそれとなく整え、いいんじゃねえのこんなんで、一生そうしてろタコと微笑みました。千冬はこの言葉を守り、本当に一生どの世界線でもこの髪型を貫いています。バジのおバカエピソード。切れ者ではあるものの勉強ができなすぎるバジ。そんなバジのおバカエピソードはスピンオフでも描かれています。平安京を平の安京と読む。そう読む方が難しいくらいの読み間違いです。千冬がサクッと訂正しました。2、内申書を処方箋と間違える。バジがあまりに真面目に言うので千冬は突っ込むタイミングを逃しました。3、ロジックをミュージックと間違える。バジ家で火曜サスペンスを見ていた時に発生した間違いです。千冬でなければ何と間違えているのかも一瞬わからないレベル。ちなみにバジにはカサス仲間、ミスケンのミタライ君というヤンキーとはほど遠いお友達がいます。4、壊滅的なテスト結果。バジの試験結果が描かれましたが、バジの成績は散々なものでもちろん追試に。数学や理科に至ってはほぼ空欄です。千冬の取り巻きの名前。本編にも登場している千冬の取り巻き3人、彼らの名前が佐々木、吉田、竹内であると判明しました。吉田たちはいざとなったら千冬は俺らと関係ないと発言していたり、実写映画では千冬がマンダラに襲われた時に千冬を置いて逃げ出したりと小物感があり、千冬も金魚の糞どもなんて言っていましたが、流星を助けるべく千冬が一人で動いていた時にはついてきて協力してくれました。ピュア千冬。本編でも命名した新チームの名前や特服のデザインがダサすぎるなど、意外と愛すべきポンコツな一面もあることが描かれていた千冬。スピンオフではそんな千冬の可愛いポンコツっぷりが炸裂していて、流星のいたずらにまんまと引っかかりまくる姿には毎度ほっこりします。そんな千冬のピュアさがわかるシーンの一つが流星のお母さんとのシーンです。流星の家を訪ねた千冬はスナックのママをしているセクシーなお母さんに、彼女いるの?などと聞かれてもうタジタジ、ブブというか中学生らしい一面を垣間見ることができました。ちなみに千冬は彼女や好きな人はいないそうです。バジのイカレエピソード。本編でマイキーが言っていたバジは眠いってだけですれ違ったやつを殴るという話がスピンオフで登場しました。なんとしてでも追試で合格点を取るため千冬に手伝ってもらって不眠不休状態で勉強していたバジ、すると誰かを殴らないと集中できないと言い出し、そこでタイミングよく出くわした不良を殴りました。この不良はマイキーとドラケンになりすましていた二人をいじめていた人物。千冬は因縁のあったなりすまし二人が最適だと勧めましたが、その二人をいじめていた方を殴ったバジ。なんで助けてくれたんですかと言われるも、バジ的には眠かったからぶん殴っただけだそう。
その甲斐あってか追試には奇跡的に合格し、なりすまし2人は馬事に憧れるようになりました。佐藤流星。続いてスピンオフで初登場したキャラクターやチームについて解説していきます。1人目は東京卍會1番隊副隊長佐藤流星です。流星のキャラクターデザインは和久井先生。先生からの指示は、垂れ目の目の形はハッカイやイヌピーと同じというものや、肌はトーン60が指定され、キサキと同じ色黒でというコメントなどがありました。身長は高めで182センチくらいだそうです。バジヤ千冬と同じ中学で千冬と同学年。サッカーが好きで、千冬がボロ負けするほどうまいようです。いつも屋上で寝ている流星ですが、明るく話しやすい雰囲気があり、校内模試で1位を取るほど頭も良く、加えてビジュアルも整っているからか、女子からモテまくっているため、千冬の取り巻きたちは羨ましがっていました。また、野行道寺というチームを一人で潰してしまうなど、喧嘩の強さは確かなもの。そんな流星唯一の弱点は犬が苦手ということです。千冬を自分とは正反対のバカみたいにどまっすぐな男と評価していますが、そんなピュアな千冬をいつもからかって遊ぶ流星。千冬が困ったりビビったりしているのを見るのが好きとのこと。千冬曰く口八丁でノリが軽い印象を受けますが、実はすごく仲間思いで、一番隊の中が奇襲をかけられた際には激怒し、鬼みたいな顔をして一人で敵討ちに行きました。その中が入院している間、病院に差し入れを持って行っていましたが、照れくさかったようで中がいないタイミングを狙っていたんだとか。親があまり家にいない環境で育ったため、幼少期から幼なじみの小次郎とずっと一緒に過ごしてきた流星。小次郎の隣だけが自分の居場所だとも考えていました。その縁は切っても切れないもので、流星は一度小次郎と共に闇に落ちる覚悟さえ決め、それが小次郎への償いだと考え、東卍を裏切り四谷怪談に戻ったこともありましたが、カズトラのことを悔やんでいるバチが道を踏み外そうとしている流星を見て、今度こそ俺が止めなきゃならないと、一番隊だけで四谷怪談に乗り込みました。こうして7月7日に勃発したのが七七構想。人数で言えば圧倒的に不利だったものの、仲間を守りながら戦う一番隊が踏ん張り、そして千冬の思いに突き動かされた流星が小次郎と向き合うべく彼を殴り飛ばしたことで決着がつきました。流星はその後一番隊に頭を下げています。流星はこの構想の中で、自分はずっとスパイをしていたと言っていましたが、キラー B がバジが学校では戦えないことを知っていると分かった時の反応から、流星のスパイ説はおそらく東卍のみんなを自分から突き放して守るための嘘だと思われます。他にスパイがいたのかどうか、またチーム内でクーデターが起きて半殺しにされたという小次郎の今後、未だ登場していない四谷怪談の総長などについては、これから深掘りされていくんじゃないかと推測しています。小次郎が落ちていった理由に総長が関わっていたりするのかもしれません。菱小次郎。小次郎は四谷怪談の副総長で、流星の幼なじみであり、二人は同い年です。182センチの流星と並ぶと小柄に見えます。小次郎の親はあまり家にいないというだけでなく、小次郎に暴力も振るっていたようです。小次郎は流星と共に四谷怪談の中心人物となりますが、キラー B のリーダーの妹をサラへと指示したり、
東卍のメンバーを意味もなく半殺しにしたり、不良の道を外れた行動が目につくようになっていて、流星も気にかけていました。四ツ谷怪談。流星、小次郎を中心とした組織で、発足当初は暴走族というよりも10人ほどのグレン隊に近い集団でした。この四ツ谷怪談がリンチした東卍のメンバーの敵討ちに来たのが馬事率いる一番隊。これが一番隊の初陣となります。喧嘩中、馬事に追い詰められた小次郎が刃物を投げるも、流星が身を挺して馬事を守りました。もしも相手を殺してしまったら、もう戻れなくなってしまう。小次郎を思っての行動でしたが、そこで聞こえてきたパトカーのサイレンの音に、小次郎は流星を置いて逃亡します。唯一の居場所だと思っていた小次郎が、とっくに落ちていっていた現実を突きつけられ、絶望した流星。しかし流星が小次郎を人殺しにすることから守ろうとしていたと気づいたバジが、仲間思いな彼を買って東卍に引き入れることにしました。流星と小次郎の関係を自分と和虎の関係と重ねてもいたようです。新たな居場所を与えてくれたこの恩を流星は胸に刻みました。この後親に頼み、引っ越して馬事のいる中学に転校しています。こうして流星は四ツ谷怪談から東卍に移りました。野行童子。東卍に反感を抱いていたという老舗のチーム、一番隊の中がこの野行童子に襲撃を受けて入院することとなり、一番隊は中の敵を討つため野行童子の集会に乗り込むことを決めます。早く馬事に認められたかった千冬は一人で先に敵地に乗り込みましたが、流星はその千冬よりも早く現場に赴き全員倒していました。キラー B。 笹塚のチームで東卍狩りと称し、千冬たちの中学に乗り込んできて馬事を呼び出しました。彼らの裏には四ツ谷怪談がいて、四ツ谷の幹部にしてやるという条件をぶら下げられ馬事を襲いに来たとのこと。四ツ谷怪談の名前を聞いて我を失った流星により、キラー B の総長は半殺しにされました。今回は地冬のスピンオフについてまとめてみました。馬事が流星に「地冬かっけえだろ」と言っていて、馬事さんかっけえだろという地冬の印象的なセリフと重なるなど、ファンにとってたまらない演出があったりと、通り部完結後のロスを埋めてくれる最高の作品です。次回の更新は明日8月21日、単行本4巻の発売は10月17日で、特装版には1話の特別取り下ろしドラマ CD が付いています。さらに初回限定でポストカードも付いているとのこと。単行本にはいつもおまけ漫画があったり、書き下ろしイラストがあったりと、見逃せない内容満載なので楽しみです。ご視聴ありがとうございました。これからも毎週通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。